草野恵美です。サテライトヤングのコンセプトだったりプロデュースだったりをして自分で作詞作曲して歌を作っています。マルベル堂は90年前から日本で唯一のコレクション用の写真を撮影して販売しているお店です。昭和のアイドル歌手だったりスターの写真が買えるし、そこにマルベル堂の専属カメラマンって人がいて写真館になってます。それとは別に別館にスタジオがあって、そこでは80年代のアイドル風の写真を撮ってもらえるっていう夢のようなプランがあります。90年代生まれなんですけど、子供の頃に結構リバイバルもののアニメの放送がやっていて、なんか昔のロボコンってどんな感じなんだろうとか、昔の秘密のアッコちゃんってどういう設定なんだろうとかいう感じで調べ始めたっていうのもあるし、あと父がデザイナーなんですけど、アメリカの結構50年代とかを再現するようなデザインをやってる人で、アーカイブを見てなんか過去のものをに憧れを抱いてて、でティーネイジャーになってからも、YouTube で過去のミュージックビデオだったりテレビ番組だったりっていうのがこうアップロードされたものを見て、どんどん80年代の世界をちょっと再現してみたいなってなりました。何も勝てないからもうちょっと顔正面にちょうだい。そういいよ。あ、そのくらいだ。はい、10年連続の奥の方見てね。いいよ、もう一枚ね。いい感じよ。音楽でいうとリアルタイムの J-POP とかもすごく好きだったんですけど、図書館に行けば昭和歌謡が結構無料で借りれて、ピンク・レディーとか70年代から聴き始めて、で自分が生まれてからはこんなキラキラした人たちいなかったなっていうのがその時の感想で、そこからサテライトヤングのアイデアも浮かんできたかなと思います。そう、あ、いいね。今ってすごいみんなインスタグラムでいろんなファッションリーダーの真似をしたり、なんか圧倒的なスーパースターっていうのがいないんですよね。で80年代とかインターネットがこれだけ広がる前の世界って、なんかマス文化っていうのが存在してて、みんながそのテレビに映ってるものに熱狂してたり、映画で公開したものに熱狂してたりっていうところが、なんかそこに切なさを感じたり、なんか今はもう戻れない世界って感じでハマりました。高校時代にアメリカに1年間留学していて、帰国した直後に日本のファッションって面白いなと思って、東京コレクションにちょっとインターンで飛び込んでストリートスナップを撮るようになりました。日本にはたくさんファッショントライブが存在して、40年代からカラス族だったりデコラちゃんだったりギャルだったり、その中でもタケノコ族ってすごい独創的で、ギャラリー合わせてもう1万人ぐらいの人がその原宿の歩行者天国に集まって、ディスコサウンドに合わせてもうステップダンスをするっていう、すごいなんか熱狂的なカルチャーがあって、でそこのタケノコ族の名前の由来にもなったのがブティックタケノコっていう、竹下通りで一番奇抜なお店です。1978年からあって、今ではレディー・ガガさんだったり歌姫いろんな浜崎あゆみさんとか、あとは宝塚の女優さんとかジャニーズのアイドルたちがこう舞台でこう目立つための衣装屋さんになってる。だから日常的にはちょっと着れない服だったり、それがなんかいまだにそのタケノコ族のブームが終わってもそこに存在してるっていうのは、なんかすごい行くたびになんかタイムスリップした気分になります。でそこでサテライトヤングの舞台衣装を買って、なんかすごい気に入ってます。ストリートフォトグラファーをやったり、ウェブサービスを作ったり、いろんな活動をしてきたんですけど、やっぱり自分で作品というか自分でコンセプトでなんか作ってみたいなって思った時に、なんとなく YouTube を見ていたらそこでやってたのが中華のパイパイ。なんかすごい80年代特有のダサさだったり特有の CG の使い方、こういうのやりたいんですよっていうのを結構友達とかに言ってたら、今のサテライトヤングのメンバーのベルメゾンの関根さんを紹介してもらって、その1年後に急に「ジャック同士」っていう最初の曲をこれ iPhone に鼻歌入れて、でそしたらちゃんとなんかシンセサイザーの音が乗ってるのが返ってきて、そしたらじゃあ歌詞はこれでいこうって言って。でそこからサテライトヤングがスタートして、コンセプトがなんか徐々にできてきたんだなっていうのがあります。80年代アイドル歌謡を進化させつつ一つのジャンルにしたいっていう思いが関根さんも私もあります。80年代のキラキラしたシンセサイザーの音だったり歌謡のメロディーだったりっていうのがこう混合してて、未来を生きてる架空の都市ネオ東京にいるアイドルみたいなイメージでやってます。歌詞は割とソーシャルメディアの話だったり現代のテクノロジーについて歌ってます。 Facebook とかそういうのをたくさん使ってるからこそ、まだなんかもうしばらく会ってないのに会った気になったりとか、なんかもう Google で検索できるから、本当は自分の好きなものしか見てないのに世界を見た気になったりとか、なんかそういう気分の高揚がなんかテクノロジーの発展をこうちょっとユートピア的に見てるっていうのが、なんかすごく80年代の世界観とマッチするんじゃないかって直感的に思いました。で自分が好きなものが本当に最新テクノロジーと生まれる前のファッション、こう全然反対のものなんですけど、反対のものが組み合わせた時に全く新しいものになるんじゃないかなっていう予感はしてました。結構サテライトヤング結成して早い段階から、海外のレーベルで音楽を出させていただいたり、スウェーデンのアーティストのミッチ・マーダーとコラボしたり、でもなんかきっかけがあったというか、なんかそういうシンセウェーブっていうジャンルがネット上でできてて、グローバルだけどニッチみたいなジャンル、曲を作ったらまずサウンドクラウドにアップしてハッシュタグつけてつながれる時代なので、であとは大きかったのは今回アニメも作ってもらってますけど、エリック・ブラッドフォード先輩クラブのクリエイターとツイッターで知り合って、で取材会やろうよって言って、もう本当にスカイプとメールだけでやり取りして曲作って、きっとインターネットがなかった頃には絶対に生まれなかったものなんですよ。スウェーデンの20歳の男の子がなぜか日本の80年代のアニメを作ってて、それは今存在するバンドのアニメだったり、ちょっといろいろパラドックスが起きてて、時空も超えてるし国境も超えてるし、なんかかなり昔だったらできなかったものだなって思います。横浜って結構都市開発が進んでいて、野毛だけはなんかその昔からある横浜の下町みたいなのが今でも残っていて、他の飲み屋街と違うところは結構大道芸とかが盛んだったっていう歴史があって、そこにあるウッフも大道芸で有名なお店になってます。店内で綱渡りをしたりポールダンスをしたり、すごい面白いお店です。私と同じぐらいの世代、いわゆるミレニアル世代の子たちって YouTube で動画を見てたりミュージックビデオを見てたり Spotify で曲を聴いてると、もう今のメジャーな曲、それから80年代のヒット曲、70年代のヒット曲、インディーの曲っていうのがバンバンおすすめされてくから、関係なく消費して見てるのかなって思って、だから自然とそういう 90s をテーマにしたとか 80s を舞台にした作品とかが出てきた時に、体験してないけどなんか胸が締め付けられるような懐かしさみたいなのが感じるんじゃないかなって思います。それが一つの理由で、80年代に描かれた未来のレトロフューチャーがすごく現代と近いから、なんかちょっと80年代のカルチャーが見直されてるのかなっていうのが思います。ブレードランナーもリバイバル出たし、広角機動隊も映画化されたし、今だったらスマートスピーカーがあったりスマートフォンが一人一台あるけど、ちょっとなんかテクノロジーがディストピアを作ってるんじゃないかみたいなのが、なんか少しみんな気づき始めてる感じ。それがすごく80年代に描かれたサイバーパンクの世界に近づいてるのかなと思いました。私がやりたいことって子供の頃からそうなんですけど、生まれる前の時代を再現しながら今の時代を表現したいっていうのは多分一貫して、これからも自分の作家性として出ていくのかなと思います。